はい、どうも、鬼丸です。一寸法師の究極やっていきたいと思います。まあ、難易度それほど高くなさそうなんで、運極キャラ、こいつでいきます。まあ、まずは、アーサーご用意系で。切るね。これ往復で。あ、余裕だね、これ。うわ、挟まれた。これはもうしょうがない。ウォッカかな。ああ、ミスった。あ、よかった、当たってくれた。んで、まあ、適当に。これはアーサーとラーかな。よし。余裕だね。このステージ余裕だね。どうしよっかな。参ったな。これも参ったね。誰当てていいかわからん。蘇生倒すか。倒せれない。よし、アグナムートに当てる。そして倒れろ。あ、倒れんかった。15ターン。みんながストライクショット使えんな、ちょっと。これはウォッカ。あ、ミスった。ゲイショットミスった。アーサー、ちょっとスピクリまでの時間が短いな。どうしよっかな。これ吸い込まれそうじゃな。やっぱりアグナムートかな。なかなかやるね。あと12ターン。アーサーに当てれるかな、これ。よし、アーサーに当てる。あと、ついでにウォッカにも。アーサーかな。これどうしようかな。もう適当に。え、待って、ストライクショット打っとこう。ミサコを殲滅させながら。さあ、どうしよう。アーサーかな。
びっくりも余裕だな。はい、倒した倒した。あれ、あんま出てこん。2体出てきた。はい、というわけで、運極キャラでいく一寸法師濃紺スピクリでした。ではでは。